東京おもちゃショー2023に遊びに来ました。今回はタカラトミーさんのコミカとプラレールのブースを撮らせてもらおうと思います。他のところも全体で別の動画で出しますので、そちらも見ていただけると嬉しいです。それでは見ていきます。ということで、タカラトミーさんのブースです。今回コミカのブースとプラレールのブースが隣同士になってます。はい、トミカのビッグスライダーパーキングありました。トミカ博の時も見たんですけど、めちゃくちゃ面白かったんですよね。形が違ってます。また見せていただこうと思います。多分出てくると思うので、真ん中のところがすごい。トミカコーナーでは、あ、トミカスライダーパーキング50がビッグスライダーパーキングのご覧いただいております。おもちゃ大賞になってます。始まった。さあ、それではビッグスライダーのパーキングの一斉会場をご覧いただきたいと思います。こちらのビッグスタッフが持っているのはトミカハクです。こうやってトミカビーム、あ、なるほど、ありがとうございます。狙いの方を狙って、はい、こちらから赤外線ビームを送信して、画面とレイヤーが連動してるんですね。こうどんどん、はい、上がっていくんですね。面白い。まだまだ頑張ってください。パワーを貯めていくんです。トミカハクの時は違いますが、あ、でもトミカハクの時は出てくるの、これがなかったのかやってなかったんですよね。赤外線ビームを送信していただきます。さあ、こちら赤外線ビームを送信してスライダーがパッとチャージしてます。あ、お姉さんにやってもらってます。やってもらっちゃった。さあ、今4階までたどり着きました。まだまだパワーが必要です。頑張ってください皆さん。なかなか見えないですけれども、あと5階まで来ますよ。さあ、ここからカウントダウンが始まります。ありがとうございます。カウントダウン、すごい。もう少しだけ頑張ってください。まだパワーが光ってますか。あと、カウントダウンが終われば、こんな感じで光ってます。さあ、ご覧いただけます。さあ、もう4階頑張ってください。はい、パワーが走ってる。カウントダウン3番できました。次カメラこちら。ありがとうございます。頑張ってください。さあ、トミカビーム、ここを狙ってねというところを狙って赤外線ビームを送ってもらってます。あとはもう少し。さあ、1番できました。カウントダウン終了。さあ、トミカビーム、ここを狙ってねというところを狙って赤外線ビームを送ってもらってます。あとはもう少し。さあ、1番できました。カウントダウンも1番できましたよ。まもなくです。はい、ありがとうございます。皆様、大迫力のトミカの一斉発射走行、いかがでしたでしょうか。この空間がおうちで楽しめる2023年おもちゃ大賞アクションゲーム部門最優秀賞を受賞したスライダーパーキング50は7月15日発売となります。今後発売のやつです。7月です、夏ですね。トミカブースではその他トミカの300台を展示。はい、こちらも7月15日の発売のライトアップシアターコネクトがありました。中にこうやって入ってるのがね、それです。すごい、2色だって。あ、かっこいい。ライトアップできるものを私2つ持ってるんですけど、これもかっこいいですね。重ねるのが5段までいけます。中身がほら、セットこれね、動かなくてすごく良かったんですよ。そしておもちゃ大賞いろいろあります。最優秀賞を受賞したスライダーパーキング、めちゃくちゃ並んでるので、こうやって1台ずつ見るのが楽しいです。私が、あ、これ持ってる。ロンドン系のバスも持ってるので、自分が持ってるのとかが飾ってあるとテンション上がりますね。すごい。他にもね、いろんなのがあります。あ、この辺も持ってるかな。ハトバス系のこれも持ってます。この辺パトロールカーとかもありました。だいぶいっぱいありますね。ちなみにフェースも大きめで、全体の5階建ての各フロアになってます。はい、続いてトミカさんのコラボのところです。トミカとガンダムコラボがありました。トミカガンダムです。これ3月18日
発売になったものです。他にもホワイトベースがある。ホワイトベースもありますよ。これもかっこいいですね。で隣は、はい、ライダーゼロソフトロです。はい、こちらプラレールと丸亀製麺さんのコラボです。7月発売なんですけど、うどんがね乗ってる、そして回ってきてここで落とせるっていうものです。ほら、本物のうどんが運べるようになってます。で見るとこんな感じです。すごい、丸亀製麺の文字が、これめっちゃ可愛い。型もありますね。販売される時のセットはこんな感じです。いろいろ入ってますね。難しくいろいろ用意してありました。おお、すごい落ちた。ちょっと、僕のせいで、メンコが。なりました。はい、セット内容でこういう生地のうどんとか、パーツもついてくるので、いろんなので遊べるそうです。もちろん本物のうどんもお家で入れて遊べるので、お店屋さんごっこもできる。そのことです。これも面白いですよね。発売楽しみです。すごい面白く撮せてもらいました。これが落ちないんですけど、ここにおかわりっていうこのパーツがあって、これを外すとうどんが落ちないで回るそうです。なのでお腹いっぱいになったらおかわりをするそうです。これめちゃくちゃ面白いです。これがついてると落ちると、うわーすごい落ちてきました。面白い。発売のプラレールリアルツールの展示がありました。どんなものかお伺いしようと思います。はい、今度はこれですね。第1弾は185円、 2個一緒に発売ですよね。はい、第1弾はこちらの185円のドリコ、はい、緑ストライプのやつ、はい、あと小田急ロマンスと3500型 NFT、 この2チャーシューですね。はい、すごい楽しみですよね。何が違うんですか、見た目っていう感じの違いになるんですか。好きな部分で言うと、はい、まずこの今両方とも屋根の部分に、はい、ハイタイプの屋根がついてるんですけど、はい、通常のプラレールだと高さ制限があるので、はい、ここまで高さを出せないんですけども、はい、今回このハイタイプと、はい、ロータイプ、はい、ロータイプのものとハイタイプを入れるので、まあ、両方楽しめる。あ、付け替えて楽しめるようになるそうです。はい、確かにプラレール持ちますけど変えることができないパーツですよね。はい、すごい、ありがとうございます。ロータイプしっかりある。はい、こちらに外してました。これ見るだけで本当にリアルですね。めちゃくちゃかっこいいです。ここにこれ地上ぐらいでパーツが曲線とか曲線のカラトミさんのカラトミモールっていうところがあるんですけど、そこで販売されるそうなので、そちらもね完全販売なのでチェックしようと思います。ずっと見てられます。すごいです。ブースに本物の踏切ありました。プラレール第1号踏切になってます。すごい音もね、本物、私と比べるとかなりの大きさがありました。あ、また鳴ってくる。こっちなんだね、今こっちです。プラレールが今置いてあるので、もう本当にこんなに大きいこんなに大きく積んであるので、これをまた見てお家でね住む時の参考にできれば嬉しいです。はい、端っこから見るとこんな感じです。かなりの奥行きで作ってあります。一番手前にはシンカリオンもありました。すごい、丸と周りの組み合わせなんですね。わ、めっちゃ大きい、すごい、こういう立体構造すごくかっこいいです。あ、丸めながらで戻ってきてるんだ。すごいですよね。奥にもねタワーがあるので、こっちも後で見に行きますね。めちゃくちゃすごい。あ、奥に私が持ってる、自分が持ってる車両を探
したくなりますね。あー、2階建て新幹線のマックス発見しました。ありましたね。え、また来てくれるかな。回ってきました。あれは記念で発売された車両かもしれないです。え、うちにもあるのがとっても嬉しい。他にもありました。こんな感じで またレイアウトもね、こうやってできるようになったそうです。もうそれもベストセレクションセットがあります。こんな感じです。プラレールベストセレクション、このセットも気になりますね。他にもいろいろ飾ってあります。タワーがありました。今回ね、壁にもこうやってプラレールのレールの展示があります。ニュース見切りとかも入ってますね。このレイアウトかっこいいです。別の動画でお送りしようと思うので見ていただけると嬉しいです。